今回は、フリゲート級でありながら、コンパクトで多機能な、従来の護衛艦とは異なる運営が予定されている、も、神型護衛艦。これまでとは違った、新しい調達方法についても、詳しく見ていきましょう。世界各国の海軍でも採用されている、探知されにくいステルス性を追求した外観の、新しいフォルムの護衛艦が、今の主流らしいです。40年間、運用で、22隻も、建造が予定されているってびっくりですね。海上自衛隊の最新鋭、フリゲート護衛艦、も、神型は、従来の護衛艦とは異なるコンパクトで、多機能な艦艇である。海上自衛隊に、フリゲート護衛艦が配備されるのは半世紀ぶりである。も、が、身型の一番艦、も、神が、今年2022年4月に、その一番艦より1ヶ月前に、二番艦の、熊野、が就役した。この、一番艦と二番艦が前後した理由は、一番艦の機関の試運転時に、ガスタービンエンジンが脱落した部品を吸い込み、機関を破損してしまったことにより、工事に遅れが出たためである。一番艦、二番艦とも、横須賀港の掃海隊群に配属されました。掃海隊群とは、海上自衛隊の自衛艦隊に属し、有事の際の機雷戦を任務としています。その後、3番艦の城が2021年6月に進水し、4番艦三熊が2021年12月に進水、5番艦の矢作が今年2022年6月に進水しており、それぞれが命名されました。年間におよそ2隻の連続建造が計画されており、起工、進水、収益が進められ、合計22隻が建造され、40年間運用が予定されています。また、乗組員の複数クルー制による交代制の導入や、新しく整備が予定されている哨戒艦と連携して、平時の警戒監視など、今までの護衛艦とは異なる運用が想定されています。も、が、身型護衛艦は、レーダー反射弾面積、RCS の低減を意識して、主船体や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びている。上甲板の配置は、従来の艦船にある、魚雷発射管やミサイルなどの電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた、暴露部の通路が廃止されるなど、変更点が多い。このように、も、が身型は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の形状に変更され、船体も、ロービジビリティ、低視認性を重視した灰色になり、レーダーに映りにくい、ステルス護衛艦とも言われています。こうしたデザインは、近年、各国の海軍でも、主流になってきており、似たようなデザインが溢れていて、このステルス護衛艦と言われるような設計は海上自衛隊のみならず、世界各国の他の分野の戦闘機等の兵器のステルス性の追求は今後も拡大しそうです。ちなみに、も、神型護衛艦も海上自衛隊の艦艇だと見分けるのは難しいでしょうね。も、神型護衛艦の船体は多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では、3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には、排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。これにより、最上型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m で、諸外国での
同程度の艦艇に分類されるフリゲートの艦種となった。日本ではこのフリゲート艦が50年前にアメリカ合衆国より海上自衛隊に貸与されたクス型護衛艦が存在しました。クス型護衛艦は同じ分類のフリゲート艦であっても、今回の最上型護衛艦よりはかなり小型でした。この最上型護衛艦の建造は新しい調達方法が採用され、事業者側からの提案を競合が試されました。2017年には、防衛装備庁の公募により、ジャパンユナイテッド、三井造船、後の三井 &S 造船、現、三菱重工マリタイムシステムズと、三菱重工業の3社による、企画提案があり、これにより、2017年8月に、評価が一番良かった、三菱重工の企画案が、採用となり、2番目の評価だった三井造船が、下請けとして決定しました。後に、三井造船は、株式会社三井 &S ホールディングスへと、社名を変更し、2021年には、艦艇建造にかかる事業を分離し、新会社の株式を、三菱重工業に譲渡することで合意し、造船事業から、事実上撤退しました。1番艦と2番艦は、現在の三菱重工マリタイムシステムズへとスイッチし建造されました。2番艦の熊野が寄港した2019年10月には三井 &S ホールディングスで、収益した今年2022年3月には、三菱重工マリタイムシステムズと運営会社の形態が変わる中での得意な建造となりましたが、無事に引き渡されました。最上型護衛艦の設計の初期では、三導線形のデザインとする案がありましたが、様々な検討の後、従来通りの単導線形、モノハル型に決定しました。さらに、防衛省公開の情報によると、クルー製の導入が予定されており、3隻の護衛艦に対して、4組のクルーを配置し、3組が上艦して、1組が休養することで、検査、修理期間以外の停泊期間が短縮でき、運用率を上げるとしています。その他にも、従来の護衛艦では、幹部は別室で食事をとっていたが、最上型では、全員が一緒に食堂に集まることで、人員の省略化を行ったり、火災防止のため、ガスの使用をせず、オール電化になっています。三型護衛艦の兵装について、対空兵器としてはシーラ、無、近接防空ミサイルシステムが1機搭載されており、62口径5インチ砲、127ミリ単装砲、1機も使用されます。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われる。さらに、対艦兵器としては、12式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている、17式艦対艦誘導弾、SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、2022年時点での射程は 400km である。攻撃管制用の艦上装置としては、艦対艦ミサイル艦上装置3形、SSMS-3 が搭載されているとみられています。そして、日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火、砲塔、RWS の水上艦艇用機関重火、遠隔操作型の 12.7 ミリ、機関重装備型を2機搭載しています。対潜兵器としては、324ミリ、3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。また、中国の対艦、対地巡航ミサイル、YJ-18 の射程は600キロメートルで、およそ90万6000の範囲に、
脅威を与える可能性があると見られており、日本の12式地対艦誘導弾の射程を延伸し、艦艇や戦闘機からも発射できるように改良が進められています。この YJ-18 は、今アキラ級駆逐艦と055型駆逐艦に搭載されており、潜水艦などの艦艇に使用されるミサイル発射システム VLS、バーティカル、ローンチング、システム垂直発射システム、または垂直発射装置から発射が可能です。中国海軍艦艇の艦対空ミサイルの射程が近い将来、大幅に伸びることが予想されるので、自衛隊が新しく配備を進めているスタンドオフミサイル化が急務である。最上型護衛艦には、ミサイルの垂直発射装置、VLS を搭載する案が盛り込まれていましたが、ミサイルをさらに検討する必要があったことから、最初の1番艦と2番艦の2隻には搭載されなかった。その後の補正予算で、3番艦と4番艦の2隻に、VLS の費用が盛り込まれました。この、ミサイルの垂直発射装置、VLS の搭載できる弾薬は、当面の間ハマル7式垂直発射魚雷投射ロケットのみとなっている。丸7式垂直発射魚雷投射ロケットとは、海上自衛隊の護衛艦搭載対潜ミサイルで対潜水艦攻撃用兵器で、護衛艦より遠距離に誘導魚雷を投射する兵器のことである。最上型護衛艦の特徴は、徹底的にステルス対策された外観で、先進性や機能性を備えた記憶に残る存在感のあるフォルムと、また、新しい艦首記号の FFM。これは、駆逐艦よりはやや小型ではあるが、フリゲート艦という、大型で、多機能な任務に対応する、護衛艦であったところではないでしょうか。日本周辺の情勢の移り変わりに伴って、掃海部隊の規模縮小が検討され、掃海部隊が水陸両用作戦を管轄するようになったことからもが、身型潜水艦において、従来の護衛艦とは異なる機雷戦能力が導入され、対機雷戦のために、対機雷戦ソナーシステム OQQ-11 が搭載されました。その他、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用が可能な護衛艦である。三菱重工業が製造を担当した機雷捜索用無人機 UUV は自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 としてもが身型護衛艦に搭載が装備化されました。そのオズ5には、フランスのタレス社製の高周波合成海溝ソナーと、NEC 製の低周波合成海溝ソナーが搭載されています。オズ5は、海底部に沈んだ機雷や、埋没した型の機雷の探知に、最も適した装置である。また、モガ、身型護衛艦では、簡易型機雷敷設装置を搭載しており、機雷の敷設も行え、深海掘の小型の専用機雷を搭載し、戦術的に使用できる水中反撃能力として考えられる。このような機雷の敷設は、ロシア艦艇を念頭に置いており、北は北方領土から南は対馬海峡周辺地域であると想定されている。また、近年の中国海軍による軍事力の拡大による脅威に対する、日本の防衛が課題であり、こうした南西諸島の島嶼部の防衛に対して、陸上自衛隊の水陸機動団の投入作戦において、この、MOGA、身型護衛艦の投入は、大いに期待されている。